やなりが通る。東方、九州の田舎出身。で、その地域で、よくある子供の脅し文句みたいに言われていた言葉が、夜に出歩くと、やなりが通るよ。見つかるとか、さらわれるとかじゃなくて、通るって表現が、自分はとても不思議だった。やなりというものについても、 近所の人たちに聞いたりしていたけれど、ほとんどわからないって感じで、人っていうか、家によって、嫌なりに対しての考え方も違った。それ自体知らない家もあった。悪いものだったり、危害は加えない良い,いものだったり、様々すぎて、幼心に、これはただの地域特有の脅し文句だ。勝手に想像しているだけだから、考え方が違うんだ。 っって思って思た。で、実際にそれらしきものを見たのが、小学校低学年くらいの冬頃の話。友達と遊び場かどこから遊んでて、5時過ぎになってしまい、同じ方向の友達二人で、暗くなった道を帰るところだった。九州は、雪はあまり降らなくて、畑にできる、あのザラザラした氷の粒とかを踏みながら進んでいたと思う。 低学年で暗くなるまで遊ぶのは勇気がいることで怒られるな怖いなってそんなことを考えていた田舎は家がポツポツとしかなくて街灯も少ないほとんど光が見えないそんな中あれ何って友達が右方向を指さした自分も何気なく振り返ると遠く と言っても裸二つ分ぐらいの方に青い物体が見える。動物動いてるよね。うん。でも、青くない〇〇くんちの犬が服でも着てるんじゃないかな。その時は、なんだかよくわからなくて、とにかく寒くて、そこまで興味もなかったから、自分で納得しようとした。行こうよって、 未だに右側を見ている友達の袖を引っ張ったとき、背筋が凍った。友達の後ろに、その青いものがいた。スローモーションみたいに動いたと思ったら、自転車ぐらいの速度で、そのまま左に消えていった。こちらを向いていた友達も、なんとなく察していたみたいで、自分と目を合わせ、ダッシュで逃げた。 とにかく誰かのところに行きたくて、自分より近い友達の家に一緒に入った。ドダバタしていたからか、どうしたのと、ホワーンって感じで出てきた友達のお母さんに、今見たものを話すと、えなりさんが通ったの、あらら、とか、天然丸出しない意見をもらい、あれが嫌なりなのかと妙に納得した。その日は、 父に迎えに来てもらって帰った。後日、家族にその話をしても、えー、そういうのなんだ、とか、青いの、とか、詳しい話は聞けなかった。名前だけが伝わっていて、実際に見たというのは初めて聞いたらしい。老若男女、親しい人はみんな、すごい体験だねというばかりで、全然役に立ちませんでした。 結局よくわからないままになったけど、これが自分が一番怖かった体験です。